はい、皆さんこんにちは、ミントでございます。今日はインターネットの通販でまた見つけてきた中国製のオフロードラジコンということで、こんなものを入手してみましたが、ちょっとね変わってる動きをするっぽいので、今から見ていこうと思います。はい、ということで早速スイッチを入れてみようと思います。よっこいしょと、なんかエンジン音かかってます。エンジン音かかってます。しかもタイヤが派手にピカピカしてます。タイヤが光るって珍しいですよね。ということでこの送信機の方ね、スイッチは後ろらしいんで、これを入れると、お、ランプが点灯に変わりました。どうやら走れるっぽいです。わざとねオフロードラジコンってことだったんで、目の前に座布団を置いてます。さあ前進。お、水戸も簡単に登りました。うん、水戸も簡単に登りきて、さすがオフロードラジコンって感じです。さあここから怪しい動きが、どんな動きなのかちょっと見てみましょう。レバーをですね横に倒してみます。真横に動くっておかしいでしょ。車なのに真横移動します。微調整難しい。レバーを前や後ろに倒しながらだと旋回するよ。でもその場で旋回っておかしいよね。向き合わせがちょっと微妙。そして真横にレバーを入れると、なんと真横に走っていきます。いやこれは斬新。最近ね、車椅子でこんなような動きをする車椅子をちょっと見たことがありますけれど、それをラジコンに応用するとこんな風になるんだなと。このねタイヤのところよく見ていただくとですね、わかりますかね、斜めになってるローラーみたいのがたくさんくっついてるんですけど、これのおかげで横に走れるようです。そしてですね、こいつ面白いことにもう一つギミックがあります。変形なんか芋虫かよっていう動きです。何に使うんでしょうね、これね。伸びました。まあ回転スピードがね伸びるから遅くなるような感じがするんだけど、登れんやんけということで変形です。よいしょ、不気味不気味よこれ。どう操作していいか時折分かんなくなる。よいしょっとよいしょーよいしょっと。あ、でも狭いとこでも遊べてこれ楽しいかもしれないですね。なかなか今時の中国製ラジコン侮れません。面白い動きです。今後もちょっとねこれいろいろと使ってみて遊んでみたいと思います。現場からでございました。この度は動画ご視聴ありがとうございました。星野ミントチャンネルでは植物、動物、音楽、パソコン、その他もろもろの動画を生活の一部として切り取ってお届けいたします。ぜひぜひ動画の方にいいねあるいはチャンネル登録よろしくお願いいたします。出張パソコンインストラクターの星野ミントです。出張パソコンインストラクターの星野ミントです。